食べて紹介流山。この動画は実際に食べに行ってきた流山の店をご紹介させていただきます。このチャンネルでは千葉県流山市とその周辺地域の情報を少しずつ投稿していきますので、よかったらチャンネル登録をよろしくお願いします。今回は流山市中野区にあるメンズクラブ流山インター店さんをご紹介させていただきます。今回で2回目のご紹介となります。以前にも別のメニューでご紹介しておりますので、よかったらそちらの動画もチェックしてみてください。メンズクラブ流山インター店さんは東武アーバンパークライン江戸川台駅から徒歩15分のところにあります。お店には駐車場がございますので、お車でお越しになっても大丈夫です。営業時間ですが、月曜日から木曜日が11時から22時45分、金曜日土曜日日曜日は11時から23時、定休日は元旦のみになります。新型コロナウイルス感染拡大のため営業時間定休日が変わる場合もございますので、ご来店時は事前にお店の方へご確認いただければと思います。今回食べてきたメニューは角煮ラーメン810円です。流山インター店限定のメニューだそうです。女性にも人気の自家製角煮ゴロゴロラーメンですが、店内人気ナンバーワンのコテコテ醤油をベースになっています。スープは背脂が浮かび、その上を光るラードが覆っており、豚骨醤油の味がします。麺はウェーブがついた中麺で、スープと味が絡まって美味しかったです。結構脂が多いのでコテコテが苦手な方はおすすめできません。メインの角煮ですが、まずはサイズが大きいです。これだけでも結構なボリュームがあって食べ応えもバッチリです。お肉が柔らかくなるまで煮込まれているため、味も甘じょっぱい味付けでしっかりと染みていて美味しかったです。お店のイラストを描かせていただいております。今後もこのような形でお店のご紹介ができればと思います。動画の内容が良ければ高評価ボタン、チャンネル登録をよろしくお願いします。今回は流山市中野区にあるメンズクラブ流山インター店さんをご紹介させていただきました。お店が気になった方、一度足を運んでいただければと思います。最後までご視聴くださいましてありがとうございました。ご視聴ありがとうございます。動画が良ければグッドボタン、チャンネル登録ボタンをよろしくお願いします。